皆さん、こんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日はゲストにピースフィロソフィーセンターを主催されているのり松と子さんに、えー、ゲストとして出ていただきます。のり松さん、今日もどうぞよろしくお願いしますあ。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい ノイさんは本当はいつもはカナダのバンクーバー在住ですが、はい、今日は東京に来られてるんですかね、はい、今東京におります。はい。あ,<ー>あと1ヶ月ほどおりまして、またカナダに帰ります。はい、ああ、そうなんですね。はいえー、これまで私たちの ISF にはですね、はい、FM 技能案だけでなく、こういった形で動画出演とかね、あの、いろいろスタジオにも来ていただいたりして、はい、いいてありがとうございます、はい。ありがとうございます。ね、ISF の、あのー、ホームページ見たらですね、うん あの、ノリマスさんがご紹介されてるの翻訳とか、あの、ホームページの引用も含めて、動画指定も含めて、なんと32件ありました。<laughs> ああ、そうですか。<laughs> 本当にお世話になっております。ありがとうございます。いや、こちらこそ、なかなか、あの、他では出せない、えー、論考を ISF は出してくださるんで。いえいえ、そういただけると。うん、はい。うん、で、あのー、ま、こちらにおられてもいろいお忙しいみたいで、え、つい最近ですか えー、うん、沖縄に行かれていたとかはい、そうです。6月の中旬に1週間ほど行っておりました。え、それは、メインの時は、はい、いつもいろいろ講演とかいろいろある,あるみたいですけどあ。今回ですね、あの、私が尊敬していた大田正姫元知事が亡くなって7周年。ああ、ものまね。田さんは2017年の6月12日、お誕生日でもある日に亡くなられて、で、大田さんを偲ぶ会というのが、 コロナ前までは開催されていたので、何か開催されるかなと思って行ったんですけれども、うんまあ、結局開催はされなかったんですけれども、うんまあ、私は個人的に太田さんをよく知る人に会いに,に行ったりですね、太田さんの好きだけたシーバスリーガルを持って行って、あの、お市販工検事の等のところで、 一緒に飲んだり、そういうことをしております。そうなんですね。シーバスリーガルは、あの、太田さんが好きだったお酒ですかそうです。はい。ああ、そうなんですね。僕も太田さんが亡くなられた後、一度、太田さんの息子さんのご案内で、久米島のお墓をね、させてもらったことがありますけど、そうですね。はい。まあ、太田さんを追悼するということ、 で、そのタイミングを選びましたけれども、いはいまあ、もちろんあの、沖縄には1年ぶりぐらいでしたし、うん、そういうあの、市民運動のね、様子とか、はい、まあ、県議選ちょうど、まあ、最中だったんで、県議選もありましたね。はいはい、県議選について、はいえー、まあ、ちょっと肌で感じる、えー、というような体験をしてきました。はい、はい、もちろん運動の現場にも行きましたし、はい、運動の中にいる仲間たちといろいろ話をしてきました。 はい。で、少し、県議選の結果についてね、県議選についてお聞きしたいんですが、うん、残念ながらね、与党、うん、ね、レニー・玉城知事の与党が、うん、あの、票を減らして、はい。えね、非与党が、岸田を決めるような状況になった、はい、残念な結果にもあったと思います。これについては、どういうふうに見ておられますでしょうかそうですね。まあ、あの、私が上から目線で評論できるような立場にはないとは思うんですけれども、 あの、選挙後の沖縄市における分析などを見ておりますとですね、だから必ずしも与党側の支持が減ったわけではないんですね。えー、その、そ総得票数っていうのは与党側の方がかなり多かったんですよね。あ、そうなんですね。万万も多かったんです。うん、はい。うんうん、今、あの、具体的な数字。うんはい、はい。出てこないですけれども。うん。 えー、それなのに、えー、自民党が、まあ、20議席、えー、ですね、大変、えー、伸ばして、与党側が議席を減らしてしまった、ということは、まあ、か選挙区ごとの調整が不十分だった。うん、その、王道沖縄側で、うんえー、玉城デニー知事を支える側の、 そういう選挙対策でですね、あの、候補者を,、うん、補者を調整したり、県全体でマジョリティを得る、えー、の、総合的な努力っていうのが、やはりコーディネートされてなかったんじゃないかという、えー、分析は読みましたし、私もその通りではないかと思います。な、うんね、かな悔しく残念な、え、ことだと思います。すね、はい。いや、あの、実はですね、つい先日行われた、えー、東京都知事選、 えー、僕の鹿児島の地元の地位選も結果的に、こう、はい、自民党や自民党が推す人が通ったということでね、それまでの流れはずっとあの、流れ問題とか統一協会の問題もあってね、うんうん、自民連敗が続いていたのを、うん、これで少しこう流れが変わるんじゃないかっていう、ちょっとこう気になるね、うんうん、あの結果で、沖縄もそうであったっていうので、それをつなげて、 まあ自民党の支持率20%を切ってたのが今25まで上がったみたいなスレオン調査もね。なんかね。出てね。ちょっと、ね。あの、嫌な流れがちょっとあるなと思います。嫌な流れです。まあ、あの、都議え、都知事選についてはね、都の、え、え、補選では自民党負けてるんですよね。あ、そうなんです。そうなんです。うん,うん。だからそれが、ま、流れに沿った方向かなって。うん、別にあの、小池え、小池知事の勝利はまあ必ずしも自民党の勝利とは言えない。 ええー、まあ、ところがありますね。すねやはり、あれは彼女個人のというか、うん。うん、あの、自民党が、本当にそれ、あの、野党側の敗北でね、あの、石丸さんという、あの、新顔が出てきて、そ,ね、それで、そういう対立構図があの変わってしまって、大変あの残念だと思いますけれども、でいう、ね、沖縄については、でも、あの、まあ、現地の人たちの話聞いてもですね、裏、うんまあ、金問題、えー っていうのはその、やはり中央で起こっていることであって、沖縄の有権者がそれを理由にですね、うん、あの、投票行動に影響があるってことはそんなにその、えー、県外と違ってそんなにないんじゃないかっていう人は何人かいました。ああね。うんうん。東京はまあ中心ですからね。うん、<laughs> 東京は直結してますからねここ。中央政府を見ながら、うんえー、自分の投票行動を変えるってことはそんなにない。うん、あと、沖縄の いや、私、この、一週間、6月1 0日から17日までいたんですが、もう一週間。歴史的な豪雨だったんですよ。ああ、なんか、すごかったみたいですね。本当に、あの、危険を感じるぐらい、私も運転してても、だからワイパー全開してても、前が全然見えないっていうような。そういう状況ですかそういう中で、候補者の人たち活動してたんですね。うん。ああ<ー>。そうなると、やはり、えー、その不動産。天も影響しましたよね。えー、やっぱ,やっぱ 投票率に影響したし、はい、そんなに選挙に熱心でない人はもういいやって言って辞めちゃう可能性も多かったと思うし、ああそしうてうだ,だけじゃなくて、それまでも一週間、ずっとそうだったから、はい、期日ま投票行こうとした人たちもあの諦めたとかそういうことあったんじゃないかと思うんですよね。ああそれがね、<で>一つね。やっぱり組織票うん。星、はい、側の組織票なんかの方があの強く、えー、なってですね。 あの、ら、まあ、それも、まあ、それだけが要因とは言いませんけれども、ね。はい、はい、それもあったということですよね、<laughs> 多分ね。うん、はい、それでね、うん、実は心配してるのは、その、デニーさんの次の選挙は来年でしたですかね、県、県知事選沖縄。はい、来年です。うん。いや、それに、その流れがね、行ったら、こうね、うん、大変なことになるなと、うん。そうですね、あの、その対抗馬に誰が出るのか、 にもよると思うんですけれども。うん、うんそうですねあの。私も心配しています。ですね。そこ今から対策をね、うん、準備をね、本当にね、して頑張っていただきたいですよね。オール沖縄っていうのがね、うん、かちょっとやっぱもうオール沖縄っていうのがもう事実上終わっているっていうか、その選挙期間中もほとんどし語られることはなく、うん、その玉木デニー知事を支える側みたいな感じで語られて、 で、やっぱ基地問題はちょっと封印されたようなところがあったんですね。あると思すよね、ね選挙戦でも、うんまあ。オール沖縄の、ね、中心的な保守の側の方が抜けられましたのでね。そうですね。うんうん。保守核心を問わずオール沖縄って言ってたのがね、うん、ちょっとね、そこは崩れてきたという。そうですね。やはり、あの、また結,結束し直してというか。ですよね。テーを求める、うん、沖縄のサイドで。 結束し直して、はい、まあ、ぜひ、はい、基地、はい、あの、県知事選をね。頑張っていただきたいですね。準備してもらいたいと。まあ、はい、思いますけども、本当私も最初に、えー、言った通りですね。はい、あの、私が上から目線で沖縄の選挙をあれこれ、えー、言うよりも、やっぱ自分が、はい、あの、日本人、えー、としてやらなきゃいけない、あと、海外にいる日本人として、うん、自分ができる責任を果たす方がやっぱ大事だと。あ、本当ですね。 まあ、おります。本当ね、のりまさん様々ままな活動されていて、本当に契しております。はい、いやいや、本当にね。そういう、今もあってですね、はい、あの、この前、あの、えー、アメリカのジャーナリストのアビー・マンティさんと、沖縄の学者、えー、および運動家の吉川秀樹さん、えー、うんうん、を招いてですね、えー、英語で、とにかくアメリカのジャーナリストやインフルエンサーに、 えー、沖縄の現状を伝える。プラス、やっぱ、辺野古の基地がですね、実現、実現可能性が、えー、低いにもかかわらず、うん、あの、日米はご両親で、えー、作ろうとしてるっていうことを、あの、伝えたくて、ああ、素晴らしい。オンライン記者会見っていうのを、うんえー、やったんです。ああ、そうなんですね。はいえー、それの、あの、えー、日本語版ですね、日本語字幕版を作って、木村さんにお送りして ISF にね、載せていただくことにしたんで、はい、ぜひ皆さんに、はい、 よろしくお願いします。はい。まあそういうふうにね、沖縄とアメリカ、世界をつなぐ役割もね、ずっとこの間、あの、いろんな署名とかも含めてされていますのでね、引き続きその重要な役割を果たしていただきたいと思います。はい。はい。はい、それでですね、近畿戦が終わって、その後、6月23日、異例の日がありましたけれども、その2日後の25日ですか、 うん、の米兵による性暴行事件があったということが発表されたんですが、なんとその事件は半年以上も前であったと。12月に起こった事件で3月に起訴されていたにもかかわらず、外務省から県庁に連絡があったのが、6月、それも25日。 はい。他に県議選もありましたし、うん、ね<え>はい。その前だったに分かっていれば、だいぶ影響もあったんじゃないかとも思うんですけど。本当にそうですね。いや、<え>誰もがあれを、あのタイミングを聞いたときに、あ、県議選終わるまで待ったなっていうのを思ったと思います。私もすぐ瞬間的に思いましたし、うん。ですよね。はい。ただもうその前からで考えるとね、3月はですね、 岸田首相の訪米もあっただけでなく、うん、エマニュエル中日米大使が、えー、来たでしょ沖縄に。ああ、はいはいはい。はい。えはい。え与那国。与那国。石垣か。はい、うん。はい。それもありましたのでね。そうですね。だから、あの、明らかにアメリカの国務省、の日本の外務省、うん。うん、えぇ、ー、結託してですね。 うん、えょ、ー、っと官邸も含め、えー、結託して、えー、隠蔽した。林官房長官がね、3月に、えー、聞いていて、で、エマニュエル大使に抗議したって言ってますもんね。ああ、そこのレベルでは少し。抗議し, <laughs> 抗議しておきながら、肝心、うん、の県やメディアには伝えなかったわけですよね。こ、えー、っそり抗議した。その後人が、あの、日本の え官邸の,その官房長官が公的にアメリカ政府に抗議したことをこっそりやりますか <laughs>、ね、信じられない対応だと思いますね。<laughs> はいはい、ただ、今回のこうなぜね、どういう形でこうそういう事件が起こったにもかかわらず、県側が知るのがこれほど遅れたのかについて、少しこうよく経緯がわからない部分もあってですね、うん、まず県警が、まあ、現場に行ってね、 してるわけですから、逮捕して、その後起訴は、まあ、だいぶ経ってからですが、されたということですが、通常は、うんえー、防衛局を通じて、県側にも知らされていたんですよね。うん、報道ではそう読んでおります。防衛局経由で。で、えー、今回も、なんか、外務省から、あの、県側に伝えたっていうふうに言われてますけど、実はその前に、 沖縄の民放が流して初めて、あの、外務省がそういう対応したとも言われてますよね。あ、そうですね。あの、県側も報道で知ったって言ってますもんね。はいはい。うん、そうなんですよ。そういう経緯、それも異例ですし、うん、あの後で出てきた情報ではですね、うん、外務省は防衛省にも知らせていなかったと。ああ、みたいですね。うん、うん。うん、それも読みました。 いやいや、はい、それも、いやいや、そういう手順では知らせることになっているのに、うん、もう省かれていたというね。じゃあ、こう,、ね、ういうこと,ううこと外務省と国務省、国務省国務、ステイトデパートメント。はい、だから、アメリカの外務省、アメリカの国務省と日本の外務省が結託して隠蔽したということなんじゃないでしょうか。まあ、まあ、日米地域協定とかね、米軍の問題は、うん 外務省がやりますのでね、防衛省ではなくね、うんうん、防衛省はもちろん自衛隊の問題ですけどね。うん、そこか、うん、まあでも、やっぱり、沖,沖縄防衛局は。うん。あのー、で、その後の報道でですね、実はそれ以外にも隠蔽されていたっていうか、公表されてない事件がかなりあったんだと。うんうん、とりわけ2013年、安倍政権の終わり頃ぐらいからかな、あの、 かなりそういう傾向になってきたとも言われてますね。うん。なんか、ここ数年って私、なんか、でに知事になっていこうような、た、まあ、あれは隠しようがなかったと思いますけどね、あの、2016年の。ありましたね。あの、大変残虐な事件ですよね。はいはい。うん。まあ、あれはリアルタイムで報道されて。れてました,れた事件ですね。た、は、し、い、 なんか、あれ、あれは、女が知事の時代だった。安倍政権下でも、あの、ありましたし。うん,うん。うん。だから、その後のような気がするんですけれどもね。う,んうん、うん、玉木恵に知事に、女が知事は亡くなって、玉木恵に知事になって、だから、2 0 1七、8、以降ぐらいなのかなと。うん。うんうん。まあ、まあ、そうかもしれませんけどね。うんうん、とにかく、そういう傾向が強まっていることだけは間違いないですよね、うん。うん、そうですね。非常に、あの、謎ですね。 それで、だからなんか口を、口裏を合わせたかの、えー、ごとくですね、その警察も政府も、その被害者のプライバシーを守るためのような口実を使ってます。本当ですね。だからあれが私怪しいと思ってて、多分口裏合わせてるんだと思います。で、プライバシーなんて、ん突然唐突に出てきたわけで、うん、で非常に巧妙な、まあ、の日本の ね、沖縄の女性団体たちも、ね、怒ってますけれども。プライバシー利用してますの、ね、プライバシーをね、利用して。いやいや、プライバシーを守りながらあの発表するっていうのはできるわけでね。そうなんです。はい。名前は公表せずに、何十代のぐらいでね、十分ですからね。うん、そうだね、現にそうやってやってきてるわけじゃないですか。はいはいはい。うん、だから本当にあの、 言い訳っていうかね、口実にされているなという印象ですね。うんうん、すごく頭にくるのは、あの、なんか、あ、あたかも被害者を、被害し、その、体制側の方が被害者中心主義を取ってるかのような印象操作なんですよね、それって。そうですね、配慮してるようなのね、うん。そう、だから自分たちの方が被害者の人権に、あの、考慮、を考慮しててですね、で、その運動側を、 なんか、あの、騒ぎ立てて被害者の,あのプライバシーを破る困った人たちみたいな位置づけをしてるじゃないですか。うんですよね。うんうん。だからそれにすごく憤りを、えー、感じます。自分たちが隠蔽して、隠蔽することによって再発を促してるわけじゃないですか。うん。で、被害者の側の方は訴えてるわけですからね。はい、うん。はい。はい、もう被害者のことなんてどうでもいい人たちが被害者のプライバシーとか 口だけで言ってるのが本当に許せないです。わかりました。で、もう一つですね、同じ時期に出された問題として、辺野古の積み出し港になっている土砂のですね、いろんな。え、波桟橋、波港のところに、トラックと事故がありましたよね。あの、警備員の方が一人亡くなって、市民運動、反対運動されている女性、70代の女性が、 大怪我をしてね、入院されているとかいう、はいはい、出ましたけど、悲惨な事故はこれについてはどう見ていや、もう本当に悲惨な出来事で、私も今回の沖縄滞在中に、まあ、いつも行くようにしていますけれども、あの、阿波桟橋に、えー、行きました。うん、えー、牛歩行動に。 参加しました、まあ。参加しました。<laughs> あの、毎日毎日やってる方々に比べたら、あの、なんか、ちょっと行って、ちょっと帰った、えー、だけの人間ですけど、ただ、ね、やっぱ現場の様子、えー、は、肌で感じてきた、えー、つもりでですね、あの、やはりい、非常に危険な場所であることは、実感してます。それは今回だけじゃなくて、前から、えー、ですけれども、あの、やはりに、人間とトラックの、まあ、距離が非常に近く、 え、なりますよね。うん。それで私も、あの、空気もすごく悪いし、怖いしですね。はい。で、警備員や、その、えーけ、県警、えっと、機動隊ですかの人が、えー、いて、で、まあ、そういう、やんわりと排除するわけですよね。うん,う,んうん。うん。でもやっぱなんか、こう、肩掴んだりね。で、女性のわざわざその背中の後ろの方に触ったりとかですね。非常に不快な行動もするんですよ。あ、そういうこともね。うん、うん。えー、で、うん だからそういう場で、まあそのダンプカーとの接触については、あの私は、まあ、いつ起こってもおかしくない事故だったなとはあの思います。僕も2、3度は言ってますけれども、はい、このその事故があった後いろいろ情報が出てる中でその、トラック関係者の証言としてですね、えー、最近、えー、その、 トラックの、うんうん、足、出し入れを加速化させる指令が出てて、はい、自分たちも危ないなーっていう認識があったといつか事故が起こるんじゃないか、はいうん、それがまさに現実になったということですよね。そうですよね。あの、警備員もすごく、えー、プレッシャーを受けてて、うん、だから行け行けってトラックに言うし、えっと、トラックの運転手さんはいやこんな危ないところで行けって言われても困るよみたいな、えー、感じで非常に危険を感じながらやって、えー、いたんですよね。 ねえ、そういう状況だったんですよね。本当にいつ起こってもお、おかしくないことだったんですけれども、まあや、やはりネットなんかでね、あの、心ない人たちがそれを運動の責任にする、ね、活動家の責任にするような、えー、非常に心ない言葉が飛び交っていて、<ー>それに対して私はすごく、えー、怒りを感じますね。ね<ー>、うん、あの、構造の問題なんで、うん。やはり日本政府、日米政府がこういう、えー、 沖縄の民意に反して基地を強行してるっていう、えー、構造的暴力の中で起こった、えー、ことであって、だから構造的には、やはりいい、ね、えの日米政府の責任だと思いますし、うんまあ、もちろんあの法的には、えー、引いてしまったあのトラックとその運転手とその運送会社の責任、えーうん だとは思うんですけれども、やはりもうもっと大きな構造的暴力の中で起こったことですから、うん、だからこそ基地を建ててはいけないという結論にならなければいけないと思います。でも本当にあの、被害にあったですね、あの、警備員の方は亡くなってしまって、本当にあの、衝撃です<え>、うん。朝出かけるときにね、まさか今日帰ってこれないと。 思ってなかったでしょうし、ご家族の方々の、えー、心情を思うと、あの本当に張り裂けそうな気持ちになりますし、うん、まだ入院されてるという、その70代の女性の、えー、方ですね。うん、その方ももうどれ、どれだけやっぱ亡くなった方がいるっていうことで、どれだけ精神的に、えー、苦しい思いをされている。もちろん肉体的にも、えー、怪我をなさって、重症みたいですけれども、本当心身どれだけの,あの体験をされているかと思うとですね。 あの大変やりきれない、えー、思いになりますし、すね、やっぱりこれは私たちが起こした、えー、私たち日本人が起こした事故だっていう、もちアメリカもそうですけれども、うん、えー。逆に、あの、県外の人間はそのように、えー、捉える、沖縄に基地を落ち着けている私たちが起こした事故だっていう、えー、理解をあのするべきだと思ってます。いや、本当にそう思います。ノリノさん、うん、言っとるって、まあ、構造的暴力で、実際今回の場合ですね、 運転手の方もですね、あの、警備員の亡くなられた方も、ケアをされた市民運動の方も、うちなんちゅうの方なんですよね。どちらが加害者とかいう問題ではなく、うん、沖縄全体が、まあ、被害者というか、本土のね、うんうん、加害は日本とアメリカっていうね、構造になっているということですよね。はい、はい。そういう視点で見るべきだと、まとめて思いますね。うんうん